信号だ、文明の利器信号だ。ここから先ちょっと右足ブレーキに変えようかな。久しぶりに、いや左足ブレーキはさ、あのすぐに踏めるのはいいんだけどさ、どっちの足もさこういう風になってるからさ、倍疲れるのよね。確かに。久しぶりに右足ブレーキを踏むと、待って、感覚を思い出させて、こうね、足の位置がちょっと違うんだよ、右足の奥行き、奥行きがね。久しぶりだ。ぶりのコンビニや。はあ。あ、まあここから先やったらあると思うんで、ちょっとどっかでトイレ借りよう。山を見て走るとトイレはしたくなるからね。これはあれか、天井の場所か。だね。バック？あ、行こうか。行く？で、食べちゃう。食べちゃう。はい、それ、マック行って食わんってどういう選択肢が？そうね。うん。いや、こう、あの、なら、ここでしか食べられない、それこそね、スタミナラーメンとか食べるかなって。あ、スタミナラーメンいいんだけどね。まあね、さっきちょっとあの、声も食べない。いや、全然いける。全然天一のこっていけるよ、まだ。あ、うちもいけます。どう？油もだいぶきつくなってきた？ちょっとね、分かるような気がするな。空量減ってんだけど、言うてる、あの、その油もの空量に、トータルの空量はさ、そんな減ってないんだけど。肉の比率は確かに減ったんだけど、なんかとんかつで結構大きいとんかつ屋さんのカツ1枚食べたらもう持てるようになっちゃう。あ、そう、あれカツ屋のあのバカみたいなやつ食ってもまだ大丈夫だ。そっか、頭あれも食べた。ただベストコンディションでないときつい、ベストコンディションっていうかね、そう、カツはやっぱしコンディション上げてから食わんときついな。あのスタミナラーメン系はさ、逆なところあるやん、コンディション悪い時に食べてコンディションを持ち直そうみたいなところがあるけど、エナジードリンク的なところがあるけど、これ天理の市街地の方だね。あ、そうなんだ。多分天スタの屋台だよ。あ、本当だ。有名な。そう、有名な本店だね。あ、駐車場がないんだよね、確か。屋台だからね、本当のコインパーキング止めてそこで食う。あ、ゴーゴーカレーが近くにあんだね。もし待ってるでしょ、ゴーゴーカレーは。多分こっちに出してんだね、ゴーゴーカレー。あれか、本社分離か。あ、ここ
曲がったらこの JR の天気駅だ。そう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 、だから駅前商店街のちょっと外れのところにあって、だから仕事終わりとかに食べに行けるやつが必要。奈良はあんまり深夜までやってる店が少ないイメージなんだよな。確かに。京都まで行ってしまえば何かしらあるんだけど、あ、ちょっと結構大丈夫かな。明かりがなんか薄くなかったことね、今のセブン。いや、気づかなかった。気づかなかった。ドミノは見えるんだけどな。確かにドミノに遠いって感じするタイプだな。駐車場もあるなと思って。ああ、プライス買ったけど。ここいいんだよね。あ、でもトイレしないな。結構混んでるんだけど。ちょっと、さっきのセブンでトイレ買ってから、ちょっと改めてこれを。これだったら駐車場ある。あ、駐車場あるな、おかしいな。へぇー。それから、いいね。何時までなんだろう。もう閉まるかな。本当だ。あ、2時ってなってる。あ、本当だ。ありがたい。若い。俺サイカ初めてなんだよ。サイカ食いたかったからね。サイカラーメンってあのね、検査とどっちか。あ、そうね。系統としては一緒。うん。いわゆるあの、うん、天のスタミナ系ラーメンなんだけど。センサーの方が食べに行きやすい場所があるので、センサーの方に行ってもらって。おー、ニンニクすげえな。でしょ、もうマスクが似合ってて似合ってた。やっぱ、まあ、そこが結構ガツンとくるでしょ、ニンニク、ね、それがうまいんだけどね。あ、ここシカゴピザがある。懐かしいシカゴピザや。シカゴピザ昔笹川にあったからね。その時はね、たまに注文してたんだよ。なんかね、マフィアのガイみたいなおっさんがね、玉木の代わりにピザ加えてる。Oh,